夢はもう見ないのかいてったてててててて明日が怖い。てたんてて夢を見るのがね、怖い時ってありますよね。ありますね。怖くなるというか。夢を見てて、夢を見ることあると思います。それ寝てる時の夢じゃなくて、あのー、普通の自分の中の目標というか、夢というか、 それがね、怖くなることも、俺にはあって、あったけど、あると思うんですよね。夢はもう、見てててん。怖い、時はね、あるでしょう。その、別に大小関、変わらず、夢の、大きさなんて関係なく、なんかもう、 夢中になれてるときはいいけど、夢の中におるときね、夢中ね。夢の中におるときはいいけど、ふとなんか、あ、無理かもみたいな <laughs>、とか、あれ、この道じゃないかもとか、なんか目が覚める瞬間、寝てるときの夢じゃなくて、今日目が覚める瞬間とか、あると思うんですよ。夢は持ってたけど。 でなん大人になっていくうちに夢はなくなっていくとかそういうのも言われたりしてまあなんかいろいろあると思うんですけど人それぞれ事情とかなんか気持ちとかいろいろあると思うんですけどうーんの時は俺はなんか無理にしんどくなったりとか,なか変な感じだったらもう夢は見なくていいともう思うんですよ。 見たいときは見てもいいけど、見たくないときは、見なくてもいいと思ってて。で、どちら正しい正しくないとかは、ほんまにないと思うし、で、見ないなら見ないなりの生き方があると思ってて、ちょっと今日はそういう話を、短く <laughs>、夢はもう見ないってってってあの夢は見ないなりの、 生き方としてできることは、俺が思うに、あのー、自分ができることをやっていくしかないと思うんですよ。夢を見ないなら。見ないならうん。夢を見るなら、その夢に向けて、なんか夢とか目標とかに向けて、足りないものを補足していくというか、なんか、頑張って努力して、いろんなものを手に入れて、補ってみたいな。 で、足りなかったらまだ、もっともっと強くなってみたいな、そういうのが夢を見る道かなとか思うんですけど、夢を見るの、見る記録がないときは、で、なんか目が覚めちゃったりとか、なんか、熱中できないときは、できることを、なんか、まあ、時には休んでもいいけど、休みながらでも、やっていくのが、俺はいいと思ってて、 そういうのやっていくうちに、新しい夢が見えたり、無理やと思ってた夢がいけるようになってきたり、それこそ夢が見えなくても、できることがどんどん増えていったり、なんか考え方変わって、悩んでても脱出で脱出、脱出できたり、すると思うんですよ。だから、夢は見たかったら見てもいいけど、見れなかったら見なくてもいいし、その時は、 できることがそれぞれにあるから、それぞれに本当にあるから、それも小さい大きいないし、なんかとりあえず、なんか、やってみるというか、うん、めげずに生きていってたら、またなんか見えてくるって思ってるんですよね。うん。そういう話ですよね。うん。 なんか、大丈夫でしょ。夢が見えなくても、夢はみんな疲れたりしんどくても、その時はできることをしましょうって、自分にも言うし、まあなんか誰かに刺さったらって言ったらがましいけど、なんか、うん。俺はそう思ってるっていう話を、いつも通り、 したって感じですかね。うん。本当にできることしてたら、できること増えてくるから、絶対。で、人と比べなくて大丈夫だし。口で言ってもね、実際難しいこともいっぱいあるけど、全部。けど、なんか、うん、俺はそう思ってます。マジで。 できることいっぱいあるから。で、人の役立つが立ただまないかわかんないけど、できることをしてて、なんか、無力、無力に感じることも多いと思うけど、うーん、うーん、それでもって感じですよね。そんな、うん、無力だから、 努力するというか、その、それは夢のためとかじゃなくて、できることをやることが俺は努力やと思うし、足りないものを補うんじゃなくて、今あるもので、全力出すのも努力やと思うから、俺は、その、無力やなって痛感するなら、することがあっても、力がない分、努力してたら、なんか、 なるんじゃないですか。で、無力な自分も無力な自分じゃなくなっていくと思うし、別に無力でもいいんですけどね。無、まあ、なくなってるいくと思うし、あのー、できることはいっぱい、なんかやっといたらいいと思うんですよ、正直。もっと広く見たら全員みんな無力やし、争いなんてなくならないし、何年も。ってことは、 みんな無力やし。けど、できることはあると思うし、その、少なくとも、無力やとしても、無力さを痛感する自分はいなくなると信じて、努力をしたらいいと思います。生きてるだけで努力やから、生きたらいいと思うんですけど、その中でも、その、 できること、絶対あるから、俺もそれをやっていくつもりやし、できることをやるしかないと思うんで。それで、その中でなんか、本当にまた見た夢とか、昔見てた夢とか、新しい夢とか、どんな夢でもいいと思うし、夢とか目標ができたら、で、そこに向かえる自分であったら、向かってみんでも、 人生の楽しみ方だと思うしなんかうん時々に応じて絶対なんてないからそれぞれがやりたいタイミングでやりたいことをしてたら人に嫌い加えようとしない限りは俺はいいと思いますうんはいそんな感じです明日が怖いのかい そんな感じですね。本当になんか、あのー、できることをね、やるしかないなって思います。なんか、本当に無力やなって確かに思うこと多いけど、うん。多分無力ってことはないと思うし、無力に感じることはあっても、本当に無力なわけはないし、一人一人のパワーは絶対あるはずなんで、それが、 なんか、痛感できたらいいけど、できんでも信じて、自分に力があると信じて、落胆しすぎずに、で、できることやってて、いつかいいことあるかないかなんてわからんけど、うん。なんか、できること、やって生きていこうかなって、思ってますね。 マジでマジで。うん。本当に。なんか、大丈夫でしょう。マジで大丈夫でしょう。みんな。うん。なんかね。絶対、間違いない。間違いばかりやけど、間違いない。もう大丈夫、大丈夫。絶対いけるっていう感じですよね。うん。だからまあ、それぞれのタイミングで、それぞれの気分で、休みたときは休んで、 頑張るときは頑張って、まあ、生きていきましょうって感じですね。今日は僕は休みます。はい、よろしくお願いします。